ベストフットボーラーインアジアは2013年に中国のスポーツ紙タイタンスポーツによって創設されたアジアの年間最優秀サッカー選手に与えられる賞であるアジアサッカー連盟によるアジア年間最優秀選手賞とは異なるバロンドールの影響を受けて創設された賞でありアジア版バロンドールという位置づきになっている賞を創設したタイタンスポーツは フランスフットボール、レキップと長年のパートナーであり、2007年にバロンドールの選考対象が全世界に拡大された時には、中国本土で唯一の投票権を与えられた。AFC 加盟国の国籍を持つ選手と AFC 加盟国の国籍を持たないが、アジアの国内リーグで外国人選手としてプレーする選手が対象となる。 タイタンスポーツが候補者リストを発表するが、有権者は候補者リスト以外の選手に投票することも可能である。投票は、AFC 加盟国のジャーナリスト、フォックススポーツや、フランスフットボール、ガゼッタ・デロ・スポルトのような世界的なスポーツメディアの代表者によって行われる。初代受賞者の本田圭佑、最多受賞者の孫教、ありがとうございます。